おはまんそんです。お久しぶりです。ですね、一昨日ぐらいにオンリーファンズが声明を出しまして、オンリーファンズが性的コンテンツを排除するみたいな方針を決めたっていうところが発表されまして、急遽動画を撮っています。実は今日朝7時にメールが届きまして、具体的なポリシーで投稿できるものとできないものの、コンテンツの差みたいなのをちょっと調べたので、ここもお伝えしていこうかなと思います。まずニュース記事なんですけど、8月19日かなにテッククランチから出てて、アダルト系 SNS のオニファンズが職場安全アプリを宣伝、約1918億円超の要求で資金調達を目指す中っていうところで、オニファンズがアプリをリリースすると、オンリーファンズ TV みたいなところを、プッシュしていくっていうところ でこのアプリ上でアダルトコンテンツを、配信しないっていう方針を決めたんですよ。でこっちに多分オンリーファンズってガンガン注力していくことになると思うんですよね。なのでで、それにあたり、ウェブブラウザ上で今オンリーファンズってアダルトコンテンツを皆さん配信してると思うんですけど、それにも規制がかかりますっていうところが、リリースされてました。まあ、なんでなんやっていうところはあるかなと思ってて、今多分オンリーファンズって資金調達をしようとしていて、その時にアダルトコンテンツ許容しているプラットフォームっていうところが結構足を引っ張ってる可能性があるっていうのと、あとは決済周りの会社に嫌われてるって言い方あれなんですけど、アダルトコンテンツを許容してるってところで決済系の会社との多分協力関係がめちゃくちゃ難しい状態にあるみたいな感じなのかなと思ってます。で実際今日その朝7時に届いたメールがあって、どういうコンテンツが OK、 どういうコンテンツが NG なのかみたいなところが届きました。で、どういうメールだったかでいくと、ポリシー変わりますよみたいなところを言ったメールでして、ポリシーが変わるのが10月の1日なんで、ほぼ来月ぐらいなんですけど、10月の1日にポリシーが変わりますっていうところとところです。で、どういうポリシーになるかでいくと、性的に露骨なコンテンツは、禁止するよ、あとは、でもヌードは許容しますよ、ポリシーに準拠している内容であればみたいな感じでした。で、今、オンリーファンズ上にある性的に露骨なコンテンツって言われるものは、今年の12月1日には、12月1日までには多分削除されちゃうので、結構こうキンキンのスケジュールで動いてんなみたいな感覚があります。で、実際にそのポリシーももうすでに用意されていて、これが見れるので、どういうコンテンツが許容されて、どういうコンテンツがバンされるのかみたいなのをちょっと詳しく見ていきたいなと思うんですけど、その前にオンリーファンズの言い訳がメールに載ってまして、ちょっとこの内容も触れていきたいんですけど、なんでこういうポリシーに変更するかっていうのをちゃんと真摯に書いていて、あーなるほどなーみたいな、なんかここの優しさはあるんだなみたいなのはちょっと思いました。書かれてるのが OnlyFans platform where creators have earned over $5 billion since inception って書かれてて、 $5 billion なんで5000億円、5000億円をクリエイターにすでに稼がせているようなプラットフォームなんだなと思って、結構すげえなと思いました。オンリーファンズもこれからサービスをこれ以上大きくしていくために多分資金調達したいんだろうなっていうところがあって、なんかまあアダルトコンテンツを捨てるっていうのは、まあ、仕方ないことなのかなとは思いつつ、多分それで大きくなってきたサービスでもあるんで、オンリーファンズに稼がせてた人たちへのなんか感謝みたいなところは結構ないがしろにされてる なんかそのどういう人たちのおかげでオンリーファンズが有名になっていったかでいくと、結構そういう性的コンテンツをアップロードしてる人たちによって大きくなっていったと思うので、
かすごい難しい判断をオンリーファンズはしたんだな。まあオンリーファンズもそうだし、それにまつわる株主とか VC とか取引している決済会社とかはしてるんだろうなという印象ではあります。でもまあプラットフォームって人が多くの人が使えば使うほど規制って多くなっていくし、できないことってめちゃくちゃ増えていくものだなとは思っていて、まあ昔だったらなんだろう、昔だったらタンブラーとかもそうだし、あとは、まあ、インスタとかもそうですけど、昔前はもっといろんなコンテンツを載せれていたのに、どん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 規制が厳しくなっていって、まあ、それってたくさんの人が使うからできるだけ安全なコンテンツを届けるっていう、そういうコミュニティを守るっていう意味ではいいことではあるんですけど、アーリーアダプターの人とかからしたら結構面白くなくなってきたなみたいな感じにはなっちゃうので、なんか難しいなとは思いました。でオンリーファンズっていう結構なんだろう、がっつりアダルト系コンテンツを許容してたところがそれをするっていうのは結構大きい判断だっただろうなというふうには思いまして、まあちょっと寂しいですよね。なんかそういう普通のプラットフォームになっていくんだなみたいな。まあでも実際プラットフォームとしては結構本当に優秀でっていうか本当に使いやすくて、投稿もそうだしライブとかもできるし、DM のやり取りとかコンテンツアップするにも販売するにもめちゃくちゃいいプラットフォームではあると思うので、別にアダルトが なくなったからといってプラットフォームの使いやすさみたいなところは別になくならないっちゃなくならないので、割と逆にもうアダルトやってない人で自分 の持ってる情報とか販売したい人にはめちゃくちゃいいんだろうなっていうふうには思いました。でがっつりそのアダルトやめますっていう判断によってオンリーファンズを使おうかなって思う人たちが出てくるとも思っていて、で今まではアダルトの人 しかほぼ使ってなかったんですけど、今って結構いろんな人が使ってて、普通に有名人がプライベートの動画とかをアップしたりするのに使ってますし、あとは料理系の人とかが自分の料理動画とかレシピを販売したりするのに使ってたりとか、あとなんだろう、フィットネス系の人とか自分のレッスンを動画で受けてもらえるようにするため のプラットフォームとして使ってる人たちも結構いるので、なんかそういうポジティブに考えると、そういう人たちにもオンリーファンズでクリエイターになれる可能性がめちゃくちゃあるので、なんかそういう人たちには広がればいいかなというふうには思ってます。でぶっちゃけのとこですよ、これですよ。でこれが一番大事なんですけど、性的に露骨なコンテンツって何っていうところがみんな気になってると思ってて、でポリシーがそのメールにちょっとリンク添付されてて見れたんで、これをちょっと詳細に説明していこうかなと思います。一番関係があるところをピックアップして説明するんですけど、投稿禁止されてるコンテンツは何かっていうのを説明しているのが項目5のところなんですけど、これの、B ですね。 B のところに性的に露骨なコンテンツっていうのが何かっていうのが書かれてて、 Do not post on OnlyFans that shows, promotes, advertises, or refers to sexually explicit conduct, which means 投稿してはいけない、性的に露骨なコンテンツとは、1番がまあ、実際に性行為をしているものだったりとか性行為のふりをしているものっていうのが、まあ、基本的にアウトですよっていうふうに言ってます。で、それがどういうものなのかっていくと、まあ、性器的なやつだったりとか、あとは、口と性器とか肛門と性器とか、あとは口と肛門とか、まあ、そういうコンテンツ、性行為関連のコンテンツは基本的に全部ダメですよ。で、どの性別の人にも対象なので、多分女性という女性とか男性という男性でもダメ、どんな性別の人でやっても基本ダメですよってことが言われてます。これ項目1ですね。2番目はマスターベーションはダメって言われてます。これは実際のものであってもフリーをしたものであってもダメっていうふうに言われてます。
で3番目が過激なコンテンツ、あの肛門に関する過激なコンテンツはダメって言われてます。で4つ目が性行為中に分泌される体液みたいなところが、まあ、実際のものであってもそういうふりをしたものであってもダメっていうふうに言われてます。この4つが、まあ、性的コンテンツの中では NG とされているので、まあ、基本全部ダメって感じなのかなとは思います。なんで、まあ、結論ヌードはいいけどポルノはダメみたいな感じで、まあ、誰かのエロ目的とかで作られたものは、まあ、バンされるんだろうなという印象です。で、まあ、ヌードとポルノの線引きって正直めちゃくちゃ難しいと思うんですけど、まあ、イメージビデオとかも結構誰かのエロ目的に作られてるし、まあ、性的に露骨なコンテンツ、露骨な表現がある箇所とかは結構バンされる可能性はありそうですね。で、まあ、なんでヌードは禁止されてないのっていうところでいくと、なんかこれは私の推測なんですけど、ヌード禁止すると結構芸術におけるヌードとかも禁止になっちゃったりとかするので、まあ、そこは禁止にしてないのかなというふうな印象ではあります。なんでなんとなくインスタに載せれるものよりもちょっとだけ緩いみたいな、なんかそういう感じなのかなというところではあります。ただ10月1日に何がバンされるかを見てみないと何とも言えないところではあるんで、まあ、要注意って感じですね。で私が投稿したらアヘ顔ってどうなのって考えた時に、これもまたなんかめちゃくちゃグレーゾーンで、もう超不明なんですよね。わかんなくて正直。でアヘ顔って結局インスタとかでもバンをされてないので、まあ、OK なのかもしれないんですけど、例えばなんか今回その禁止されてる項目の中に口とか口内みたいなところが禁止されてるものもあったので、ギリギリアウト、ギリギリセーフの本当にどっちかなんだろうなという印象ではあります。一部なんか校内の動画とかバンされる可能性はあるかなという印象ではあります。でこれからなんかオンリーファンズで活動してた人どうするのっていうところが、まあ、一番なんだろう、今オンリーファンズをやっててこの動画見てくださってる方からしたら疑問だと思うんですけど、まあ昨日もそのオンリーファンズの活動をやってる人とツイッターであの DM で喋ってたんですけど、めちゃくちゃ厳しいですよねみたいな話をしてて、まあ、海外の人とやり取りするときにオンリーファンズがめちゃくちゃ便利だったんですよ。っていうのはオンリーファンズが英語で基本作られてるっていうのもあって、あのすごい使いやすかったんですよね。なんかどの国の人でも結構使いやすいプラットフォームだったので、まあこれがなくなることによって結構なんかいろんな弊害出てきそうだなっていうのはありつつ、まあ、3つぐらい調べたんですけど、まあ、1個は前のオンリーファンズの動画でもお伝えしたあのパトレオンかなっていうところで、これはアダルトコンテンツ、ここもでもなんかアダルトコンテンツを許容しないとかって言い出したりする可能性もあるなっていうところがあるんでちょっと怖いんですけど、海外の YouTuber の方とかがマネタイズするのに使ってたりして、そこでしか見れないファンだけへの動画だったりとかを出したりしているようなプラットフォームになるので、まあ、ここは一つ大きいかなっていうところと、あともう一つが Just for Fans っていうやつがあって、まあ、OnlyFans のパクリみたいな名前なんですけど、ここがOnlyFans が声明リリースを出した直後ぐらいにそれに対しての声明文をツイッターで出していて、私たちはアダルトコンテンツから絶対に撤退しませんみたいな内容になってたので、まあ、ここはかなりそのオンリーファンズのアダルトコンテンツを販売してた人たちを取りに行きたいと思ってるんじゃないかなっていう印象でした。なんでまあここもいいんじゃないかなっていうところと、あともう一つがナフタっていうサービスがあって、これがなんか新しくリリースされるのかならしいんですけど、これがNFT を使った多分コンテンツ販売の方法なのかなと思ってて、ちょっと内容そんなに調べてないんで不明なんですけど、基本多分アダルトコンテンツって決済系から嫌われてることが多いので、最近の動きでいくと暗号資産とかで
で支払いをするみたいなところが増えてきているらしくて、なのでもしかしたらこのナフタってやつも暗号資産での決済を受け入れたりとかするような結構次世代のコンテンツ販売の仕組みにするんじゃないかなっていう印象はあります。で、まあ、どっかに移管しようかなとは思いつつ、オンリーファンズのアカウントは多分なくならないので、そっちはそっちでアハ顔とかを引き続き投稿していくんですけど、まあ11月1日を一旦待って12月1日までにいろんな準備を整えてどこかに移管するか別の方法を考えるかで、なんか今後の活動が結構変わるかなっていう風な印象ではあります。悲しいですね。なんか多分オンリーファンズで稼いでた人たちからするとすごいオンリーファンズに裏切られた感がすごくて単純に多分すごい困っちゃうっていう人が多いかなとは思うんで、まあ、できるだけ早くにね、ご自身で自分のコンテンツを見極めて別のプラットフォームに移動したりとか、別のマネタイズの方法を考えたりとか、まあ、方向転換するとか、なんかいろんな使い方はあるかなと思ってて、ただなんか今オンリーファンズで稼いでる人に関しては多分オンリーファンズのアカウントを消すのはもったいないと思うので、そこはそこでアダルトコンテンツを出せないにしても自分の日常だったりとか課金 しないと見れないようなコンテンツの中でもアダルトではないものをなんかどれぐらい作っていけるかみたいなところが勝負になってくると思うので、なんかね、そのあたりを多分うまく住み分けしてコンテンツを配信していくのが一番いいんじゃないかなと脳内では思ってはいます。ただなんかいろんな方法あると思うんで、もしなんかこういうのがいいんじゃないかとかあればぜひ教えていただきたいですし、なんか私の方でなんかね、皆さんにご協力できることがあればまたこういった動画とか撮りつつ、まあ、10月1日のタイミングとかは撮るかもしれないですね、とかでまた情報交換とかできればなと思ってますね。みんなびっくりですよね。超焦ってるっていうか超困ってる人たちいっぱいいると思うんで、はい、早めに対処していければなとは思ってます。私も引き続き大変頑張ります。そんな感じで今日の動画は以上です。またね、バイバイ。